はい、つむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレッシャー放題耐久レースやっていきまーす。シンデレラということで、ね、少しないと違うつむを同士を消すつなげて消せるよっていうことなんで、とりあえず8キャラずつね消してね、確実にスコアボムを消していく、そんな感じにしたいと思います。シンデレラか、シンデレラは何だったっけな、なんか文化祭、中学校の文化祭の時に自分たちの学年でやってるクラスはなかったけど、なんか先輩とかがやって、あ、いっちゃうな、いたな、シンデレラ役やってた人、いたいた、シンデレラやってたことあったわ。うん、え、あなたな、シンデレラ、いやいやいやもうそういう失礼なこと言うからさ、全然ツムが消せないんだけど、やばいやばい、あのスキルを一回も見せることなく終わっちゃう可能性が出てきたよ。はい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 、はい、ちょよし、じゃあ8個いこう。は、8個ってしょぼいな。あ、なるほどなるほど、あ、そういうことか、降りてきた、ガラスのとこ落としてた、そういうことか、突き果てるまで何回でも8個ずつつなげるっていうことか、なるほどな、ラプンツェルのキャラとはまたちょっと違うんですね。はいはいはい、よし、じゃあやっていきましょう。ほい、2回、2回、なるほど、12時になるまで何回でも消せなかった、ここで終わっちゃった、ガラスの靴をピャーンって押してね。思うけどさ、どうです、なんか文化祭の時とかでさ、主人公のキャラとかさ、それからヒロインの役とかやる男の子とか女の子って勇気あるよね、ほんとそこに飛び出していく勇気、もうほんと感服でございますよ。もう無理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 、もうせいぜいね、あのヒロインのお父さん役でね、あの主人公にいじられるところまでが私にとっては限度ですよ。それから高校の文化祭なんかでな、もう伊佐坂先生をやるのが限度ですよどういうキャラ付けだっていう感じなんですけどね。はい、まあ、シンデレラのレベルもアップしたところで、解放して次に進んでまいりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。